弱じゃねえ、折り巻きすずると行きます。なんかすずるとやってると筋肉トークが止まらない俺がいるんだけど行きます。ハイルちゃんおはよう。すごいね、王国の獅子や。ハイルちゃんがアルジャンヌ、すずくんがジャックエース。ハイルちゃん、僕はね、すずくんに負けない。おお、頑張れ宗師、応援してる。え、秋冬の勢いそのままに、絶対に負けない。そうちゃんが燃えてる。一番最初に自分の壁突破したのは宗師だかんな。宗師ってね、いいあだ名だよな。やっぱふみさんはいいね。そうか、知ってる？今ふみさんがさ、ん間違えたわ。ふみさんの声優さんがなんか実況してるらしいんだよね。フルボイスでふみさんボイスってやばいよね。聞いた？ユニベール最終公演、全クラス1年が主役やるらしいよ。お、なんかいい噂が流れてるね。期待しちゃうんじゃない？みんな1年の本気を見たいよね。カイドウ君卒業したら歌劇の世界から離れるのに、最後にカイドウスガチペア見たかった。まあ、ファンからしたら見たいよな。え、高階サラフミが主役外れたの？クォーツといえば高階サラフミなのに。おい、むつみかえもいるぞ。あとネジコクと3年間頑張ってきたのに最終飾れないって辛くねえか？クォーツはむつみかえだっているだろう。アンバーが1年の神谷移りで行くから、他クラスも真似して冒険したのかな。神谷くんはいいけど、他クラスの1年生は在学中の先輩たちに比べて見劣りしない？最終公演を更新育成に使うのかな。内情を知らない人たちから見たらやっぱそう見えるよな。ちょっと78期ひどい言われようなんですけどいや、目にもの見せてやれ。まるまるいけるよ、頑張ってゴーゴー出しちゃおうぜ。まるまるの中のゴーゴーを出そう。まるちゃん、怒りだね。何がひどいって、ロードナイトの話題が一切出てないところよ話題が出たっていいことばかりじゃないよ。最後に3年の先輩たちの姿を見たかったのもわかるけどね、うん、うちは3年のお兄ちゃんが出るんですけど、それにしてもまさか最終公演で全クラス1年が主役に選ばれるなんて。クォーツは私とスズ君、オニキスはカサイ君、ロードナイトはマレちゃん、アンバーは神谷君。自分でも驚いたよ。最後はカイドウ先輩とスガチ先輩で飾るものだと思ってたから。私だってお兄ちゃんと組むことになるなんて、しかも最終公演だよ。怖っ。大丈夫なのこれ、最終公演で1年が主役って成立する？あんたはいいけどさ、私も葛西もあと折巻も主役は新人公演以来だよ。新人公演は新人公演でしかないしさ。でも意外性はクォーツが群を抜いているよね。ジャックエースもアルジャンヌも1年なんだから。確かに。折巻は主役になってどうなの？張り切っている、うん、スズ君は。そっか、キスシーンでずっと詰まってるのか、もしかして今日も王国キルセの始まりだ。うん、その勢い。オリマキ君演じるチャンスの声を皮切りに、小国常設劇場でキルセの舞台が幕を開く。チャンスの同期で喜劇役者のイザク前工場。皆様、今宵は王国キルツェの劇場へようこそ。私はヤギ頭のイザクでございます。え、なぜ私がこのような頭をしているかって、話せば長くなりますが、父親が農場に足を運んだ時にある目ヤギに一目惚れしまして。前工場終わり、ここで花火。煙がたかれ、アクロバットスターのチャンスが華麗に登場だ。うっす、宙返り行きます。まだそこまで動き入れなくていいけど、やれるならやっちゃいなさい。はい、ふっ。あ、すごい軽やかに宙返り。くっ、目立ちよってよし、着地もバッチリ
スーのやつ、生き生きしてんな。あの明るさが舞を観客を夢中にさせる王国キルツェにふさわしい。ここからみんな続くよ。まずはフミ演じるアドラ。はいよ。アドラは貴族でのキルツェの花形。アクロバットスターには負けらんねえぜ。すごい、フミさんが華やかに踊り出した。いいね、アドラ。そんな君に僕の演じるクロウリーが手を差し伸ばす。さあ、私の手を貸そう、アドラ。ここから一緒に踊るよ。しっかりついてきてもらうぜ。お手柔らかに。フミさんとネジ先輩のダンス飛ばしすぎ。楽しくなっちゃってるな、先輩たち。じゃあ僕も好き勝手やるか。歌姫カルロのお時間だ。おっと、シロタくんが歌い出したね。あいつ上達したな。ジョー、キルツェの座長レヴィ、しっかり締めてちょうだい。ああ、我ら王国キルツェ、凶楽の覚悟はお済みか諸君。かっこいい。ああ、かっこいいね。やっぱ玉坂さえ行くやつは違うわ。僕とフミも含む。すごい、最終公演の稽古が始まって間もないのにクラスのムードが高まってきてる。中心にいるのは、うわ、王国キルツェ全員すげえ。鈴くんだ。鈴くんがみんなを明るく引っ張ってる。やっぱ鈴はほんと天性の才能なんだろうな。カリスマっていうか。はい、ここで王国キルツェの舞台を見ていたシシア、感想を。はい、私も負けられない。王国キルツェ、夢にまで見た王国キルツェだ。はあ、信じられない。こうして再び彼らの舞台を見られるなんて。いいね、キルツェ感激の感動が伝わってくる。はあ、疲れた。鈴くん、今日の稽古すごかったね。クラスの先頭走ってるよ。そんないいもんじゃねえよ、必死でやってるだけ。でもチャンスすごく良かったよ。鈴くんらしさが出てた。チャンスと鈴くん似てるよね。似てる。え、ああ、やっぱそうだよな。鈴くんも演じやすいんじゃない？セリフを口に出せば出すほど、動けば動くほど似すぎててちょっと怖いかな。なんで？どういうこと？感情移入しすぎちゃうってことなのかな。あ、そうだな、オートらしいな。鈴が教えて。レベル足りなくなっちゃうよ鈴。あ、美月先輩どうした。あ、白田先輩お疲れ様です。お疲れ。王国キルツェのシーン、折り巻きがどんどん盛り上げてるだろ。うんうん、はい。先輩たちも楽しそうだけど疲れる。頑張ろう。やっぱこういう勢いは苦手なのね、美月先輩。でもね、わかるよ。そんなクールになってるあなたの心には燃えるハートがあるっていうこと、すげえ今よく噛まなかったの俺。あ、イベントだ。立て続けに来るね。もうみんなやる気じゃん。血気盛んじゃん。ユニベール公演のダンス、中津国のキルツェの振り入れすんぞ。王国キルツェのダンスだ。この株にはアルバイン小国の国民たちが敵国クアトラの名を奪い、霊国として支配してきたことを受け入れてしまっている現状への自戒と、国と自由を奪われたクアトラ共和国の人々が郷里を思う気持ちが込められてる。アルバインの人々に
ひそやかであっても国家に対する疑念を抱いてほしいというキルツェの面々たちの思いと一緒にね。はい、まあここはスキップしようかな。もう散々やったからね、もうダーダッダダッダッダッダーはやったからね。もう歌も頭入ってるよ。あ、まあ歌詞は完璧に覚えてないけど、最初だけ覚えてる。77のーってやつ。時間は巡るだっけ。舞踏力上げりゃ踊りやすくなるから、ダンスに自信がねえならダンスの授業を受けとけよ。めちゃくちゃ激しいなこのダンス。公園ダンスってここまで踊るのってグレートガリオン以来かも。足は大丈夫そう？平気。秋冬でほぼほぼ回復したし。お、ネジ先輩、怪我再発させた秋だけじゃなくて冬も足に負担が少ない役にしてくれてたのかな。あ、これに向けて。そこからの主役で振り幅すげえけどさ、踊りっぱなしだしアクロバットシーンもあるし。でもこれって怪我と付き合いながら舞台に立っていけるようになりなさいってことなのかも。どんだけいい人なのあの人。すずのこれから先まで見越してくれてるのかよ。やっぱいい先輩たちだな。大事な役もらうたびに怪我してちゃ意味ないもんな。しっかり頑張らねえと。すず、俺が支えてやる。なんか主人公の立ち位置に俺も入ってくわ。お出かけ。でーでってでってってで、元気してっか、すず。ふう、ダンスいい感じだね。だな。お、78キクオツセ映画。織巻、立花、もうダンスできてんじゃん。やっぱ主役は違うね。お疲れ様。でもまだまだだよ。ふみさんの振り付けやべえからな。はあ、それにしても自分の同期が最終公演で主役とはな。でもわかるよ、新人公演の時から二人とも飛び抜けてたしね。そっか、めちゃくちゃダメダメじゃなかったか。そんなことないって、すごかったよ。あとやっぱ織巻と立花ってずっとペアって感じがする。並んだらパワーあるというか、先輩たち抜けたらお前たちがジャックエースとアルジャンヌになっていくんだろうなって思ってたよ。大鳥と総主もいるよ。大鳥はわかんねえけど。まさか先輩いる間の最終公演でなるなんてさ、マジでかっこいいじゃん。そうだよな、誉れ高いよな。なんだよ、褒めたって調子乗るだけだぞ。主役が乗ってる方が俺らもやりやすいよ。そっか、そうだよな、主役ってそういうもんだよな。はあ、マジで頑張らねえと。それに結果出さなきゃ夜中にジャックエース取られるぞ。あ、総主のこともしっかり見てくれてんね。それな。なんかこう同期からこうやって褒められるのは嬉しいんだけどさ、なんか悔しいって感情ないのかなってちょっと思っちゃう。あそこまで褒められるとね、え、結構悔しくない？俺だったら耐えられない。多分俺も大鳥と同じ立ち位置に行く。こうやって夢目指してるんだったら、親密度は余裕なんだよな。ちょっと休むか。いい加減、いい加減休みます。体力微妙なんで休憩。そして1週間、何も、あれ何もなかった。なんか起きそう。来たわ。じゃあここから王国キルツェの入団試験シーン行くよ。今日は立ち稽古だからしっかり動いていかないとね。王国キルツェにはスターを目指して多くの若者たちが押し寄せる。その中にはシシアの姿もあった。自分が審査される番を行儀よく待っていた彼女だけれど、気が流行る入団志望者たちが順番を無視して我先にと自分の芸を披露し始めたんだ。ここでチャンス。あ、勝手に歌い踊り出したぞ。チャンスみたいですね。おい織巻、動きがつくと映えるな。あいつのセリフが聞こえなくったって動きを見れば何考えてるのかわかるとこ。ほんと舞台向きだわ。役にはまればはまるほど強化されていく。夏公演のルイスもそうだった。さてさて、
入団志望者たちの俺を見てくれアピールはどんどんひどくなっていく。ここでアドラとレビィ。どうするよレビィ、一度中断するか。そうだな、夜も更けてきた。また後日に回しても。それを聞いて自分の順番をじっと待っていたシシアが顔を上げた。私の出番だ。私に歌わせてください。はい、オーケー。ここからシシアのカブが入るよ。まだ曲が上がってきてないから、橘君、ひとまずアドリブで。わかりました。マスター死人じゃん。あいつもハベンダで鍛えただけあって、アルジャンヌが板についてきたな。ああ、自然と心惹かれる美しさだ。はい、オリマキ君、セリフ。はい。なんだ、あいつ。かわいい。いや、本音。いや、もろ本音出てる。動きが硬くなった。ふむん。あ、いや、そうじゃない。ちょっとごめん。シーン飛ばしていいかな。入団試験に合格して団員見習いになったシシアにチャンスが名前を聞くシーン、そこやって。あ、はい。お前、名前は？あ、シシアです。私、シシア。さらにシーンを飛ばせ。チャンスとシシアのキスシーン、そこをやって。キスシーン、惹かれ合った二人がキスするシーンだよ。と言っても思いが溢れたチャンスが一方的にやっちゃうんだけどね。このシーンってチャンスがシシアをかばって怪我してるんですよね。んで心配するシシアにキスをして黙らせるんだけど。かっこよ。スズ君はずっとできなかったキスシーンだ。スズ君大丈夫かな。わかりました、やります。じゃあキスから始めて。うっす。立花、行くな。うん。気合いの入れよ。じゃあ。あれ？このどこか沈んだ目つき、どこかで。スズ君、ちゃんとキスシーンができた。でもなんだかチャンスじゃないみたい。よし、女を黙らすのはこれだって王人たちに聞いた。ストップ！オリマキ君、君今ジレ使ったでしょ。心に秘めた感情を覆い隠して行動するジレ。君が自分とは違うと苦しんでいたジレだ。そうか、見覚えがあるけど何か違うと思ったらジレだったんだ。でもチャンスは限りなく君に近く作っているんだ。だから君らしく演じてほしい。今のキスだって君が好きな子にキスするような気持ちでやればいいんだよ。好きな子？そう、好きな子にキスするとき君はどうする？わかんないっす。まあチャンスがスーに似てるとはいえ、チャンスのシシアに対する気持ちをもっと育てる必要があるんじゃねえの？それはそうだけども、
折巻が立花に対して演技でぎこちなくなるなんて珍しいな。まあ、女って正体知っちゃったからな、余計だよ。立花は相手の動きを全て受け入れて、それを何倍にも大きく膨らませて返すタイプの演者だ。折巻は持っているもの全てぶつけるつもりで挑んだ方がいいんだが、何か遠慮がある。久しぶりの主役で緊張してるんじゃないですかね。あ、そうしが。ぶざまだな、折巻。変わんねえな、お前は。スズ君、大丈夫？ああ。気持ちはすげえあるのに、うまくいかないもんだな。俺らしくか。冬公演で俺らしくやるって決めたのに、ここに来てジレに頼っちまうなんて。今の俺はジレの方が似てるんだよな。え？いや、なんでもない。寒いだろ、先戻ってろよ。俺もうちょっと風当たってから行くわ。スズ君、大丈夫かな。だいぶ悩んでたな。お、折巻くんどうしちゃったんだろうね。恋してるんだよ。あ、ネジ先輩、おはようございます。苦手だったジレまで使ってチャンスを演じるなんて、何か心当たりある？やる、がっつりやる。もうお風呂も入っちゃった中、どうします？私どうしようもないですけど。あー、やばいよスズ、迫ってるよ。ユニベール公園が迫ってるよスズ。もう一回チューするしかないんじゃない？今んとここのスズルート好きとかそういうの伝えてないしね。今日は最終公演の歌唱曲デパーチャーをやるぞ。シシアが王国キルツェの入団試験で歌う曲だ。今回は独唱になる。しっかり稽古していくぞ。まあ、これも飛ばしていきます。はい、イオンに会いてえな、たまに。今回シシアの独唱は2曲ある。このデパーチャーとラストにもう1曲。独唱は今回初めてです。それに2曲もプレッシャーはあるだろうけど、アルジャンヌも今回で3回目だ。眠らず王やオーラム・ハヴェンナの経験が効いてくると思う。特に冬は難易度の高い曲をやりきったからな。誠実に稽古を重ねていけば結果はついてくるはずだ。もちろん僕もサポートする。城田先輩、ありがとうございます。立花、僕はお前にこれからのクオーツのアルジャンヌになってほしいと思っている。お前のアルジャンヌって他の誰にもない透明感があるんだ。それでいて鮮烈な一瞬を生み出すこともできる。お前ならクオーツのアルジャンヌとしてクラスを引っ張っていけるはずだ。だから厳しくいくぞ。はい。立花、そこ、思い出を指先でなぞるような優しさで。はい。すげえ感覚しい。城田先輩に稽古つけてもらってんのか。小さな希望を胸に。ドキッとしちゃう。あ、ダメだ、これ。あれ、スズ君？ラブが溢れてる。何やってんだ。立花が真面目に稽古してんのに、なんだよもう。どうしたらいいんだよこれ。どんどんひどくなってくぞ。邪魔だ。
俺が邪魔だよ。そういうことか。スズの感情を出しすぎるとどうしても集中できないから自分を押し殺していっちゃうのか。スルートも結構山あり谷ありだな。なんだかんだやっぱそうなるんだよな。しょうがねえな、恋ってそういうもんなのかもしれない。なんか語り出した。さあここで努力が認められキルセの正式団員となったシシア。入団してから親しくしていたチャンスがまるで自分のことのように喜ぶ。今日はスズ君とのシーンを重点的にやっているけど、やったじゃねえかシシア。チャンスがいつも練習に付き合ってくれたおかげだよ。そうか。スズ君が視線を外した。織巻君体硬い、ここは全身を使って喜ばないと。すみません、イメージ的には橘君が個人賞を取った時の勢いで。橘が個人賞。すみません、無意識だったから何してたかちょっと。駆け寄って肩組んで頭ワシャワシャしたりしてたでしょ。わかりました。駆け寄って肩組んで。いやー、頭ワシャワシャとかちょっともう意識しだしたらレベル高すぎ、無理でしょ。勢いがない、タックルするくらいの勢いで。タックル。俺そんな力強かった？力加減どんくらいだ？こんくらい？もっと強く、気にせず思いっきり来ていいよ。おお、こうか。違うな、ちょっと待ってくれ。橘君が個人賞を取る姿を想像したらすぐにでもできそうなものなんだけどね。今までだって君、自分のことに置き換えたらパッと動けてたでしょ。いつも通りやっていいんだよ。はい、いつも通りの俺。いつも通り。スズ君？俺いつもどうしてたっけ。はあ、これドツボにはまっちまったな。今日の稽古終わり。織巻君、今日はすみませんでした。食い気味に謝りに来てんじゃん。やすずも難しいな。相変わらずでかい声だな。それだけプレッシャーは感じてるしな。原因も分かってるからこそ余計な苦しいんだよな、すずは。俺今日何もかも全部悪かったです。最終公演なのに、主役任せてもらったのに、足ばっか引っ張って本当すみません。スー、いいって頭上げろよ。お前が真面目にやっているのは分かっている。でも自分が不甲斐ないんだよね。すみません。僕が見るにどうやら君の中に分厚いフィルターがかかっているようだ。ありのままの君を隠すようにね。理由は分かっているのかな。スズ君、私のせいだ。私が女だって知っているから全力でぶつかれなくなったんだ。土日しっかり休んで頭の中をクリアにしてきなさい。ジャックエースは君だ。それは変わらないんだから。はい。スズ君。立花。スズ君、私。違うから。え？俺のせいだから。
お前にまでそんな顔させちまってごめん。分かってんだ、ネジ先輩の言うフィルターがかかってんの、俺が出せてない。だからフィルターを外さなきゃいけないんだろうけど、ちょっと頭冷やしてくる。あ、鈴くん、あまり考え込まない方がいいよ。あ、そうちゃん、君が気にしてる方が鈴くんも気にするだろうから。そうは言っても難しいよね。恋してんな、鈴。青春ボーイだな。どうなんだろうね。いつそういう恋愛話に発展するんだろうね。もう全然そういう雰囲気が来ないけど。マジかよ、どうしよう。モナしかいねえわ。モナに会いに行こう。会いに来たわよ。ちょっとモナっぽかったんじゃない今。明けまして、おめでとう、立花君。ちょっとテキスト通り読んでもらっていいですかね。いよいよ最終シーズン。公演の準備は大変そうだけど、私も全力で応援するから。ありがとう。じゃあ今日はどのメニューにする？全力にする。最初をスキップだ、スキップ。上がんないじゃん、モナ。よくがん、モナに用はない。これで29になるからもう余裕ですね。たまには違う人は行く。でも鈴いるし、鈴に会いに行こう。鈴にアピールしまくろう。どうなのよ、私のことどう思ってんのよ。鈴くんいないな。あれ、あそこかな。あ、テラス。やっぱりクォーツ屋上か。鈴くん。ああ、立花、悪い、稽古か。今から準備して稽古場バイトで下回ってねば。稽古場行くわ。うん、いいよ。今日は少し休憩しよう。悪いな、隣にいてもいい？おう、うなの当たり前だろ。俺こそお前の隣にいていいのかな。え、いや、意識してる。こうあれだろ、告白してもしダメだった時この今の関係が壊れちゃうんじゃないかとか、なんかそういうのいろいろ考えちゃってるんだろ。鈴のことだから、優しさの塊だもんな。鈴、わかるわかる、いい子だもん。鈴はいろんな関係大事にしたいんだよな。はーい、今日もおしまい、お疲れ様。ダメだったか。織巻、今日もうまくいかなかったな。シシアとのシーンだけじゃなくて全部ぎこちなくなってきてる。鈴くん、一緒に帰ろうって誘おうかな。そっとしておいた方がいいのかな。上だろ、上。一緒に帰ろうって誘おうかな。あ、でも一緒にいればいるほどどんどん意識しだしちゃうのかな。わかんない、もう鈴を追い込もう。鈴くん、食療法だ。立花、一緒に寮に帰ろう。あ、と黙り込んでる。気まずなあ、立花。うん、この土日でいろいろ考えたんだ。俺、ジャックエース降りた方がいいんじゃねえのかって。おい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 。え、鈴くん、それは。んだよ、せえな。あ、映り来た。どうなんだこれ。あ、神谷くん、騒がしいのはいつも赤髪の方だったのに、今日はお前か、立花。聞きたくもねえ声聞かせてくんじゃねえよ。やっぱり煽り来るな。おい、やめろよ。あ、なんだお前、目がくすんでんじゃねえか、死人みてえだ。何動揺してんだよ。なるほどね、お前役の幅狭そうだと思ってたんだ。何演じてもお前だけって感じ。でもぐちゃぐちゃにいじくり回されて
お前らしさまでなくなっちまったみてえだな。自分にも他人にもなれねえやつが舞台の上で一体何になるって言うんだよ。死体みてえに転がってるつもりか。しかもお前クォーツのジャックエースだろ。周りが騒ぎまくってるから聞きたくもねえのに聞こえてきたよ。お前なんかを主役にするなんてマジ終わってんな、クォーツ。こいつちょっと可愛いなとか思ったけどやっぱダメだな。本当になんでそんな悪口のレパートリー多いのさ。おい、言い返さないのか。心当たりあるみてえだな。情けな。これあれなのかな、こいつなりに葉っぱかけてくれてんのかな、優しさなのかな。その辺に転がってる石ころみてえなジャックエースと組まなきゃなんねえアルジャンヌ様も大変だな。なあ立花、やめろ、同意求めてくんな。もうこれ同意求めてくるタイプ相当嫌だよね。鈴くん悪く言わないで、鈴くんは大事なパートナーだよ。下だな。鈴くんは大事なパートナーだよ。はあ、パートナー何言ってんだよ。その場しのぎの主役コンビが大層にパートナー名乗って笑える。鈴くんはパートナーだよ。てめえ人の話聞いてねえのか。話を聞いてないのは神谷くんの方でしょ。おお、いいね、バチバチだぜ。鈴くんは私のパートナーだよ、今もこれからも。おお、埋めてき告白3回いたかんね。3回。立花、そんなクズジャックかばうお前の方がよっぽどクズだな。なんでや。おい、やめろ。何今さら声張り上げてんだよ。貧弱なクズジャンヌに守られてるジャックエース様よ。仲良しごっこがしたいなら制服脱いでその辺の道端でも歩いてくれば。くだらな。俺は何言われたっていいって思ってた。あいつが言う通り、今の俺みっともねえし、クラスの足引っ張ってんのも本当だし。でも、だけどよ、俺が見下されてたらお前まで悪く言われちまう。ここにいたのが3年の先輩だったらあいつ何も言わなかったはずだ。俺だから、俺が情けねえ状態だから。くそ、このまま終われねえ。かっこいい。わあ、鈴の本気が見たいな。覚醒したと鈴が楽しみにしてるわ。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。鈴がこれから励むんでしょう。うん、いいね、なんか自分の殻破ってほしいね。クリスマスじゃねえや、間違えた。バレンタインがもしかしたらきっかけになるのかな、これからは。はい、とりあえず、シアンでした。またねー。